はい、こんにちは。今回のギアでもですね、フェンダージャパンの一番上のクラスの、テレキャスターですね、52モデルのテレキャスター、まずは音を出してみましょう。一つだけですね、このテレキャスターちょっと変えてるところがあるので、まず説明しましょう。ピックアップがですね、違うんですね。ピックアップを、これ買った後に、グリーニングドッグ の、テレキャスターのピックアップを作ってもらいました。岸本さんに頼んで。なんでかというと、オリジナルのやつ、ピックアップはピックアップそれで良かったんですけども、結構音が太かったので、僕はやっぱりリズムギターをね、弾くので、ある程度音抜けのいいサウンドのピックアップを好んだので、初めはですね、このギター自体がむちゃくちゃ太い音なんだとも思ったんですね。で、岸本さんに相談して、やっぱり僕65年のピックアップとか50年代のピックアップ好きなので、その中間というか、それをまあちょっといろいろ混ぜてもらってですね、工夫してもらって、こっちが 50s かな、こっちが 65 かな、なんかそんな感じでいろいろ変えてもらってですね、僕の好みに作ってもらってもぴったりでですね、何がいいかというと、まず、フロントの音からいきたいんですけども、音抜けが綺麗なの、まあヴィンテージでは鈴鳴りってよくキラキラしてる、でピックアップの巻き数が多かったり、太いとですね、やっぱりそのただ音が太いだけなんですね。だからこのやっぱりちょうどね、キメの細かさというか、アコギみたいな、リアピックミドル、だから試奏の時にですね、これぐらい7ぐらいでこうシンプルに、同じようにリアで、ミドルで、やってるの忘れましたね、まあ、それぐらい、演奏するときはそれぐらい結構のめり込めるというか、やっぱりその、あまりカジュアルに弾かないようにしますね。演奏はやっぱりとっても重要なので、僕にとってはなので、
今もしそうですけどもね、もう演奏として弾いてたので結構途中で何やってるか忘れてましたけどまあこんな感じですね、いろいろなスタイルができるということですね。で今みたいな、フロントリアミックスでこうねオープンコードで弾いてみると、だからまあさっきやったジャズミート、カントやるんじゃちょっとね、もうちょっと、弦を落としてもいいですね、09とか。これ今ダダリオのニューヨークエクセル10から46ですね、昨日夜に貼りました。ミドル、これも綺麗ですね。とてもね、いいギターですね。で最後に締めくくれとしてですね、ちょっと言いたいのは、日本の皆さんはどうしてもフェンダージャパンというと安いギターというイメージがあってですね、どうしてもアメリカの USA とかカスタムショップとかがいいと思うんですけども、意外にアメリカに住んでるミュージシャンとしてはやっぱりフェンダージャパンのギターを弾くと安いのにすごくよくできてるなってやっぱり思いますね。でストラトも前もデモやったかな、エフェクトのデモとかで使ってますけども、一番安い、ね、6万円ぐらいのやつ買って、ね、弾いてるんですけど、それをフルオリジナルで弾いてるんですけど、とっても弾きやすくて安定してて、ね、本当ストラトらしい音してるので、だからなんていうのかな、ちょっと一般常識というかね、周りにこう惑わされてフェンダージャパンは安い、フェンダージャパンはパーツを変えなきゃよくないとか思われがちで、まあこれ変えましたけどね、好みで。まあでも一番安い、ストラトを使ってますけども、全然あれは悪くないですね。これはね、多分ピックアップが USA 製だと思うので、オリジナルのね、フェンダージャパンのやつは多分それがひょっとして裏目に出たというか、ちょっとパワーがありすぎてですね、せっかくのそのヴィンテージの感じが薄くなっちゃったので僕は変えたんですけども、まあこんな感じでフェンダージャパン、なかなか素晴らしいので皆さんも弾いてみてください。はい。